はい、みなさんこんにちは。えー、レクセンにこー講師の森山です、えー。本日は、必須論点、卓一編、ダイジェスト、解説講義、えー、こんな形でお話をしていきたいと思います。えー、今回、皆なさんの手元にですね、この生鮮討論必須論点、卓一編と、えー、いうものの問題、えー、それからあ解説、 えそれからまあ講義レジュメというものがあると思いますが、あこちらを使ってえ三十分ほどではありますがあ民法のダイジェスト講義ああいった形でお話をしていきます。まあ皆さんにこの秋の時点でえ民法の力を試してえそれからこの解説講義のところでえ民法の力を充足させていくと充足させていくということが目的の一つであるとともにまあこれから秋の討論が始まります。その討論を使って皆さんがどのように勉強してばいけばいいのかああいうことについての体験ですね。えこれをしていってえもしまあ自分 が当練というもので勉強するんだということであればあこういう風に勉強すればいいんだなということをですね体験してもらうということになっておりますでは早速ですね解説の方を始めていきたいと思いますではお手元にですね問題があると思いますからそちらの方を開いていただければと思いますまあ、30分だけということになりますのでまあ、全ての問題を解説するわけではありませんまあ、実際の当練が始まるとですね30問2時間でま全ての問題について解説をしているとまあ 短く解説するものもあるし長く集中的にあるいは深く解説をするものもありますが、まあ、全ての問題には基本的には触れておりますただ、まあ、今回は体験ということもあるし、えーまあ、一番おいしいところですねこれについてお話をしていきたいと思いますでは第5問のところを開いていただきたいと思います第5問民法94条2項というところになりますが 虚虚偽表示通貌虚偽表表示示通とということになりますよねでは選択肢の「う」選択肢の「う」こちらを見てください第5問の問題の選択肢の「う」のところを見ていただければ A と B が通報して A 所有のコート値を B に売り渡す旨の,の仮想の売買契約を締結したと書いてありますから A と B が通報虚偽表示をしている A と B が まあ、仮想売買をしているとかです、ね、本当は A の所有の土地なのに B に売り渡すといった仮想の売買契約をしているんだとえ当該売買契約は仮想のものであることを知らないしその C という前者が B から高土地を譲り受けた。 AB 間が仮想売買であるにもかかわらず B が僕の土地ですよとか言って C に売ったわけですよね AB 間の契約っていうのはまあ協議表示で無効ですから本来 B は無権利者ですだから C は B が無権利だってことを知らないで買ったわけですよねとしても 譲り受けた場合 C において当該事実を知らないことについて過失があったとしても A は C に対し AB 間の売買契約が無効であることを主張することができないと書いてあって、まあ、つまり A があ B との契約は無効ですよ B、無権利者ですよって C に主張できるかどうかあつまり逆に言うと C が保護されるかどうかということになります、まあ、これはもう条文レベルの問題で、まあ、94条2項のところでは第三者保護規定がありますから A が B に対して無効だということはできたとしても C に対して無効ということを主張することができないもし C が94条に第三者に当たるならば C に対して無効主張することはできないよということになります。 本来であれば無権利者からの取得者というのは無権利者から権利を取得できないはずなんだけれども保護規定があれば保護されますねじゃあどんな保護規定があるかですよね善意なら保護されるのか善意無過失なら保護されるのかそれとも悪意,な悪意でも保護されるのかということになりますで今回は知らないと書いてありますから善意ですよねで過失があったと書いてありますから有過失です善意有過失善意有過失の人が 保護されるのかという論点です抗議レジュメの方を出していただければと思いますが抗議レジメ第5問のところ抗議レジメ第5問のところさあここはですねもう今の段階からしっかり押さえてほしいんですけれども第三者保護規定というものがこの意思表示の規定心理留保虚偽表示錯誤詐欺脅迫のところで存在しますが。 保護されるレベルというのはその条文によって違ってくる、だから一つ一つ勉強することも大事なんですけれども、ここからの勉強というのはこのような横断整理とまではいかないかもしれませんが、きちんと比較しながら勉強していく、そうすると保護されるのが心理留保、それから虚偽表示、この場合はもう善意であれば保護される。 もう過失があるかどうか関係ないわけですね悪意者は保護されませんがあ善意であれば保護されるそれに対して錯誤詐欺の場合には第三者は善意無過失だけ保護されるんだでそれから脅迫に関しては第三者保護規定がないぞというところをです、ね、しっかり押さえてください、まあ、こっちも塗っときましょうかっと,っと,っとこんな感じですよで今回は 虚偽表示ですから、過失、全員過失があるものも保護されます、全員有過失でいいんですね、丸がついてます、まあ、こんな形で押さえておいてくださいで、どんな第三者が保護されるかどうかなんですが、これは今の事例で A と C がいましたね、でこれはもう B が A を騙したとか、A が勘違いしたとか、まあ、全部同じように A、B、C が出てくるんだけれども、この A と C の C 相原 A と C の利益考慮で決まってくるわけですよ、A が悪いやつであれば、もう C、結構保護していこうってことになるし、A がかわいそうであれば、いや、A さんも保護しなきゃいけないから、もう C さんも我慢してねみたいなことになるわけですね、だからこの A と C のシーソーゲーム、つまり A にどんだけ悪,悪い落ち度が認められるか、悪さが認められるかってことになります、まず心理留保、虚偽表示、心理留保、虚偽表示の A さんっていうのは、わざとやってるわけですよ。 わざと嘘ついてるわざと仮装してるわざと系の人なんてそんなに保護する必要ないですよね A さんわざとやってんお前が悪いやお前が悪いやんとい,いうことで C はもう善意であれば保護されるってことですバランスゲームで A がやっぱりわざと系の人ですから結構悪いんですよだからもう C というのは善意でありさえすれば保護してあげようって話になりますそれに対して錯誤詐欺これは A さん勘違いしている詐欺であれば A さん騙されているでわざと嘘ついたりわざと仮想売買なんかしてないんですよね、まあ、多少かわいそうなところはあります A さん騙されちゃったんだね A さん勘違いしたんだねでも勘違いしなきゃよかったよね騙されなければよかったよね多少落ち度があるわけです民法は騙された人は騙されないほう終わったんじゃないの多少落ち度を認めちゃうんですね。 だから A さん、多少落ち度があるでしょうから C さんは保護しましょうでも、わざと系の人ほど悪くないから相手方の保護される程度も小さくなってもう全員無過失しか保護しないよ全員無ししか保護しないよということになるわけですそれに対して脅迫脅迫の場合には B が A を,しましが A をだまししまた B が A を脅しました。 A は脅されて B と取引をしてで B が何も知らない C に売りましたみたいな事例ですがさあ A と C をシーソーゲームに載せるんだけれども A さん脅された民法は脅された人には落ち度がないと考えますでこれはもう脅されてしまったわけですからまあ脅されたってことに対して騙されるのであればまあ騙されなければいいじゃんとは言えますが脅されなければいいじゃんとは民法言わないわけですねだから A は落ち度がないと考えて A さんを 保護していこうということで C は保護しない C は全員無過失でも保護規定がないんだ C は全員無過失でも保護規定がないんだということになりますということで第5問の「う」に関しては虚偽表示は全有過失でも保護されるよ、えー、つまり A は C に対して無効であることを主張できないんだ C の方が保護されるんだ、まあ、こんな形で押さえておいてくださいでついでに第5問の選択肢の「あ」第5問の選択肢の「あ」こちらも見ておきます A が B と通報して A 所有のコート地を B に売り渡す仮想の売買契約を締結したまた一緒ですね A と B が通報虚偽表示をしております A から B への所有権転倒期をした後 B が仮想売買の事実を知らない C にコート地を転売しましたここまで一緒ですねで C は善意だから保護されるはずですよねいいですか覚えてますかさっきの図表虚偽表示の場合には全有価室でも C は保護されます わざと系の人なのか落ち度系の人なのか脅迫で脅されちゃって落ち度がない人なのかをしっかり分けて第三者の保護要件を押さえてほしいんですけど今回は知らない C は保護されるはずですさあ続き見てください C にそのような C に高土地を転売、えー、高建物を転売した場合 C は所有権移転の登記を備えなければ A に対し高建物の所有権を主張することができないと書いてあって うん、この第三者保護されるためには登記がいらないから×ですね、第三者が保護されるためには登記がいらないから×ということになりますで、まあ、それは簡単な問題ではありますが、じゃあ、ここで皆さん、これから勉強するにあたって、登記がいるかいらないかっていうのは、大きく根本的な発想って何があるかというと、登記がいるっていうのは対抗関係の場合なんですね、でそうではなくて、対抗関係ではありません。 もうすでに民法の例えば総則の規定なんか使えば勝ち負けが決まってますって時には登記いらないんですよ登記っていうのは勝ち負けがわからないお互い対抗できる関係だった時によしじゃあどっちが勝つのかっていう時に登記を基準にするわけですだからすでに皆さんが勝ち負けが決まってるというふうに条文を適用して思えばもう登記いらないわけですねここで言うと A 対 C の関係はさあ94条2項で C が保護されますはい C の勝ちー で終わりなんですよ、どこにも登記要求するあのものがないわけですよね、登記要求しなければいけない事情はないわけです、もう A と C ではい94条2個、第3者保護されますね、はい保護されましたから C の勝ちです、これで終わ,りわけ終わるわけですね、A 対 C は C の勝ちで終わるわけです、こんな形でもう勝ち負けの基準が分かっちゃってるときにうん、まあ、実はですね登記はいらないんです。っていうのは対抗関係つまり 競争しているとき、もう平等なレースが始まって、さあ、どっちが投機を備えるでしょうかって時ときに投機がいるんだ、勝ち負けの基準がわからないときにそれを投機に求めるんだ、こんな形で抑えてください。だからよくある二重帳とかそうですよね、A から B に売りました、A から C に売りました、お AB かの売買も有効です、AC かの売買も有効です、さあ、B と C、どっちが先投機を備えるんでしょうか、さあ、B か C か、B が投機を備えた B の勝ち、こうなるわけですよね。ということで、平等なレース、これが投機を、 要求すする対抗関係ってことなんで,すでよく取り消しと登記って論点があって取り消し前の第三者は登記がいらない、取り消しの第三者例えば、えー、詐欺ですね詐欺で取り消しました、まあ、さっきの事例出しますよ、AB 官が詐欺取り消しをしました、まあ、B が A をだましたわけですそうすると取り消し前の第三者、C、善意無価であれば保護される。 いい B が A をだましましたで A がだまされて売りましたで B が全員無価値の C に売りましたとで A が取り消しましたって時に C は取り消し前の第三者でこれは詐欺の規定の時に全員無価値の第三者を保護するって規定があって勝ち負けは決まってるわけですだから C の勝ち C は登記いらない登記なくたって僕は A に勝てるんだよと主張することができるわけですね で、この時に A に登記は要求しませんし、まあ、あ C にも登記要求しないえとにかくもう登記ではなく C の勝ちだって決まっているわけですで、脅迫の場合にはもう A の勝ちって決まってますよね A, A が B に脅迫されましたと A, A が B に脅迫されましたと。で、B が C に売りましたとで、A が取り消しましたと A、C どっちの勝ちですか A の勝ちですよこれも A は登記いらないわけですもう C に勝てるって決まってますからね。で、ここで A に登記要求するのは酷だって思いません これ平等ななレースじゃないんですよ。だって A が取り消したときには C がいるわけで C が先に登記を備えている可能性だってありますよねそのときに A は取り消しをしたんだから不規的物件変動に関しては登記なければ対抗できないよって言ったら C に勝てないわけですよ脅迫で取り消した取り消し前に C がいて登記も備えたときに C に勝てなくなりますよねこのような平等なレースでない場合には登記は要求しないんですで登記要求するのは平等なレースの場合でよく 取り消し後の第三者は対抗関係だっていうじゃないですか例えばような脅迫のケースでもそうですけれども A が B との契約を取り消しましたさあ B が C に売りましたでこの場合には A と C は対抗関係になる B を起点とした対抗関係になるなんて話をしますよねでこの時には A は登記を備えなければ C に勝てないし C は登記を備えなければ A に勝てないでこれは A が B との契約を例えば脅迫で取り消しましたで A はこれでもう所有権取得した、まあ、復帰的武件援をしたわけですが B が C に売りましたこれは今 A と C どっちが登記を先に備えるでしょうかって競争が始まってるわけですよねえつまり A は登記を取り消すことによって、まあ、所有権を復帰して登記することができたんですすることができたのにしなかったんだから C に負けてもやむを得ないこういう競争になってるわけですねだから B を起点として二重渡と考えるのは A に登記要求するのは国ではないって理由が一つあるわけですよ取り消すことによってうん、ま登、あ、記できたにもかかわらずその後出てきた C とは対抗関係になるんだよだって A さん登記できたのにしなかったじゃないか A と C どっちが登記を備えるんでしょうか競争になっているわけですねよろしいでしょうかそれに対して うん例えば、脅迫の取り消し前の第三者の関係でいうと A が取り消す前に C が出て登記を入れている A が取り消しました、脅迫取り消しだから C に勝てるはずなのにあいつもうすでに登記備えてるんだよって言ったらおかしいじゃないですかだから、登記を要求することは国土分けだし競争にもなってないしこの場合には A には登記は要求できないということなんですね登記なくても A は勝てるよとういうことになります。 ととということで、うんまあ、ちょっと抽象的な話だったかもしれませんけれどもこれから勉強するときに投機がいる、いらないっていうのは実は全部そういう土台があるわけですねですから、まあ、対抗関係、つまり平等なレース投機を要求するのは酷じゃないこういう関係のときに投機を要求するんだよと、まあ、今は少し分かりにくいかもしれませんが、まあ、これから勉強をしていく中で、えーまあ、ちょっと迷ってしまった場合があればですねそんな形で考えていただければと思いますででは次です。 で今度は、えー、と第9問第九問,問題ですでこれもまあ今日は時間がないですので発想だけ押さえていきたいと思いますが、まあ、副代理というのは、まあ、例えば A さんが本人で B さんが現代理人で C が副代理人だとすれば。 C が副代理人だとすればその B が C に自分が A を代理する権限というものがあるその権限をコピーして与えたって感じなんですよ複製を与えたって感じつまり何て言うんですかねまあ例えば電話で言うと現代理人が B が僕は A を代理する権限があるんだって権限があるそれを複製して呼気みたいな感じで与えたという形なんですね だからあ、まあ、電話でいうと本気と古機みたいな感じですよですから、まあ、B が「僕は A を代理する権限があるんだよ」って権限を「はい」ってそのまま与えたわけではなくそれは B が温存するわけです僕は A を代理する権限があるんだって権限は温存しながらそれを複製して古機として渡す。で、まあ、皆さんの家のの家電話の まあ固定電話のコキと一緒で親機が使えなくなればコキも使えなくなるわけですねこんな関係だというふうに思ってくださいで選択肢の青を見てください A が A 所有の公不動産を売却するための代理権を B に付与した場合 B が現代理人ですね B が C を副代理人に適法に選任した後に死亡した。 この場合には、ほら B が僕は A を代理する権限があるんだって権限を複製して呼機として C に渡しているといった関係になりますでこの時に B が死亡したときには C の代理権は消滅するん B が死亡してなんで C の代理権は消滅するんだよって思うかもしれませんが B, の B が死亡するということは B の代理権は消滅しますね代理権は消滅原因ですそうすると親機がなくなる親機が使えなくなったわけですから呼機も使えなくなるわけ あくまでも古、うん、気というかあ複製なんですね。ということで、えー、そういうのが分かっていればあが丸ですよ、えー。それから A を見てください A が A 所有の公不動産を売却するための代理権を B に付与した場合において B が C を副代理人に適用に選任したあとは B は自ら A を代理して公不動産を売却することはできないこれできますから×ですね。あくまでも B の 現代理権はそのまま維持してその複製を渡す僕は A を代理する権限があるんだって権限をそのまま C に渡したんだそのまま C に渡すのではなくて複製してコピー呼気を渡したんだこんな感じ、えー、こんな感じでイメージするといいですでもう全部そのイメージでいきますからね例えば副代理人は誰を懸命すればいいですかって言ったら直接 A を懸命すればいいわけですよね私は A の代理人ですと、えー、現代理人 B の名前なんか出す必要ないわけですなぜかっていうとうほら B が 複製してああげたのは僕は僕 A を代理するる権限があるんだ A をを代理すする権限ってていうのを複製してあげたわけですだから副代理人が持ってるのは僕は A を代理する権限を持ってるんだって状況になりますよねだから A の代理人ですこういうふうに名乗ればいいわけです B の名前を副代理には出す必要がないんだということも分かっていただけるかと思いますではもう1つぐらいいけますかで今度は第10問見てください 第10問、表権代理の問題ですが選択肢の「を、表権代理の問題選択肢の「を。A 所有のコー土地について抵当権を設定する代理権を A から与えられていた B が A の代理人と称して公土地を C に売却した場合において C が B の行為が権限外であることについて悪意であっても C から公土地を譲り受けた D が B に権限があると信じるべき正当な理由があるときは D は民法110条の第三者として保護されるこれされないから×されないから×されないから論点とすれば110条の第三者は直接の第三者に限るって論点です110条、表権代理の第三者 条件代理というのは全員無関数の第三者が保護されますがその全員無関数の第三者というのは直接の第三者に限る直接の第三者に限るで似た論点で全然違う結論になるのが虚偽表示なんかの第三者です、まあ、例えば A と B がこれ虚偽表示をしましたとで C が悪意です。で、D が善意です。で、このときに D が94条2項の第三者として保護されるか、94条2項の第三者として保護されるかって問題があります。で、これ善意が先で悪意が後だと、 まあ過去問なんかで学説問題でよく出てくる絶対的公正相対的構成の問題になりますが悪意が先善意が後悪意が先善意が後だとどう解釈するんでしたっけでこれはででこのように一番最初に出てきた善意者一番最初に出てきた善意者を保護しない理由はないからこの人は94条2項の第三者に含むって考えるんですね。 これ第三者に含みます94条2項の第三者に含みます94条2項の第三者は直接の第三者とは言ってないじゃないかとだから、転得者も94条2項の第三者として保護されるんだ善意者は保護するじゃあ、転得者も含めて第三者でしょ直接の第三者じゃなくたって転得者だって第三者じゃないかってことで例は94条2項の第三者として保護されるってことになります。 で、これを考えちゃうといやーそれは転徳者だってきゅう第三者に当たるよねってなりますが表権代,代理の場合には例えば A が本人で B が、えー、無権代理人ですよね無代で C が直接の第三者でこの人が悪意で D が善意無可視としましょう。 でこの D さんは110条の第三者、表見代理で、えー、その代理権があです、ねえー、ないことについて、まあ、知らなかったよと言ったこの善意無可欠の第三者は、直接し、直接の第三者に限るものですから、いくら善意無可欠だったとしても、この D さんというものは、110条の第三者には当たらないんだ、110条の第三者には当たらないんだ。 というののが判例の結論です。虚偽表示の第三者は転得者も含みますけれども表権代理の第三者は表権代理で保護される第三者というのは直接の,直接の第三者に限るのであって転得者は含まない直接の第三者に限るのであって転得者は含まないこんな感じで押さえてくださいなんで結論が違うんでしょうか それは善意の内容が違うからです善意の内容が違うからつまり何を知らないことが善意なのか何を知らないことが善意なのか上は虚偽表示であることを知らない虚偽表示であることを知らないで虚偽表示であることを知らないってことは逆に言うとどう思ってたってことですか A から B に 普通に所有権移転して B から C に所有権移転してだから僕が変えたんだと思ってるわけですよねそれってありうる話なんですよつまり虚偽表示について知らないってことは、まあ、A から BB から C と所有権が移転したんだなというふうなことに思っていたわけですからそういうふうな思考というのは D にはありうるわけですだから D も税に含めていいわけですよ直接の第三者じゃなくたって 虚偽、えー、表示について知らないってことはあるし A、B、BC というふうに点々と所有権が移転してだから僕までやってきたんだっていうふうに考えているということはあり得るわけでこれが税の内容になるわけですじゃあ、表権代理はどうなのかというと表権代理っていうのはその税の内容が無権代理であることを知らなかった無権代理であることを知らなかったいやー、なんか そうですね、今回は110条でしたっけ、110条でしたっけ、まあ110条の問題かな、まあ、どれでも一緒ですけれども、A が, A がです、ね、例えば代理権の授与の表示をしたとか、権限外の行為をしたとか、まあ、いろいろありますが、そういう状況を見て C が、あ代理権があるんだ、代理権があるんだって思って、無権代理であることを知らなかったわけですよ。 で無権代理であることを知らないイコール代理権があると思っていただから C を保護するわけですところが D って C から買った時に登記簿を見たら A から C に移転して C から D に移転していてあ C さんから僕買ってえ所有権取得しようって買ってるわけですね A から例えば代理権の授与の表示なんか受けてないしまあ,あ無権代理であることを知らないイコール代理権があると思っていた といいう思考はデイにはにないわけですつまり表権代理の第三者というのは直接の第三者を想定しているのは代理権があると思って取引したのは直接の第三者に限るからなんですよ。転得者に関しては「えー、B って代理権があると思っていたわ A が表示してるから」みたいな思考って「D」にはないわけですよね。 で、B のことなんて知らないわけですよ、登記も見たって A から C に移転して C から D に移転してるし B の存在も知らないのにいやー B に代理権があると思っていたわーって思考は D にはないわけですだから110条の第三者というのは直接の第三者に限るわけですよ。だからここも結論が、いや94条2項は、えー 転得者も第三者に含みますけれども110条などの表権代理の場合は直接の第三者に限るのであって転得者は第三者に含みませんよなんて結論はテキストに載っていると思いますけれどもその善意の内容というのを考えればそりゃそうだろうっていうふうに理解をして完全に覚えることができるし知識を入れ替えてしまうこともないわけです、まあ、こんな感じで押さえていただければいいだろうというふうに思いますということで結論はしっかり押さえておいてください とということで、お時間がやってきてしまいましたけれども、まあ、本日は30分ですからね、す、ま、べ、あ、ての問題を解説するわけにはいかなかったですが、あのレジュメ見てわかるとおり、まあ、実際のです、ね、当連の解説のところではたくさんの問題を解説をしております、ぜひ、えー、ご受講される方はそちらをしっかりです、ね、マスターをして、えー、この秋のところで力をつけていただければという,ふうに思います。こ、えー、このののの、用書士の試験いううは、もうこの 誰もが間違えないような問題をしっかり点数を落とさないことこれがまず目標だし、ほぼそれでいいわけですよね、もう誰もが落とすような問題については取れなくても、誰もが落とさないような問題、誰もがっていうのはまあレベルにもよりますけれども、合格者がえ落とさないような問題、力が一通り勉強した方が落とさないような問題を、正解率の高い問題をしっかり取っていくということが重要です。ここの秋の秋ところでしっかりそれを つぶしていくということが重要ですから、ぜひ、答練を受ける方は一つ一つの問題についてきちんと正解かどうかというだけではなくきちんと抑えているかどうか理解しているかどうかというところをです、ね、このような形で勉強していただければという,ふうに思います。でではは、まあ、今回は以上ということにしまししまょう、えー、お疲れ様でした